はい、こちらがですね、今、チタマで話題のシェイク大福でございます。ウォーターベッドじゃないんですよ。どっちかっていうとビーズクッションみたいですかね。中が飲み物で、外が敷物。両方同時に楽しめるわけです。シェイクを食べてみましょう。いただきます。うまい。皮を破るとこのようにトルコ風アイスとしても楽しめる。ウォーターベッドだったら周りにミラーがいるかもしれませんが、こちらは2本のお箸だけあれば十分楽しめます。いやもうほんま朝からね、尾道をね、西から東までね、何往復したかわかりませんよ。ただただ忘れ物をして、本当は1往復でよかったんですけどもね。まあそのおかげで、さっき素通りしたローソンに2回目だし寄ってみようかということでね、粒あん、純生クリーム大、魔界村、大魔界村、超魔界村ってありますから、これ多分次に行った時は、純生クリーム超になってる可能性ありますね。普段はこういうのあんまり自分で買ったりはしないんですけど、昨日すぐ食べようと思って買った雪見大福を車に積んでね、ちょっと通話してたんですよ。そしたらうっかり忘れててね、もう気がついた時にあんま雪見大福じゃなくてね、常温大福になってたんですよ。こう中がもう完全に溶けちゃってて、もう雪じゃなくてね、中がシェーキになっちゃってて、これはやばいなと思って食べてみたらね、案外美味しかったんで、これきっとそれだろうと、それ狙いでしょっていうことでね、もうね、昨日はこうやって触っただけでね、なんだミクロマンのウォーターベッドかっていう感じのね、雰囲気だったんですけど、まあまあしっかりしてますよ。これこのくらいの硬さあったら中も見れると思いますよ。もう半熟卵ぐらいドロって出てくる感じで、その間につぶつぶつぶって入ってるのかなと。だからね、これ今から切りますけども、もしかしたらこのカエルちゃんを舐めなきゃいけない事態になるかもしれません。覚悟で言っています。はぁ、柔らかい。思ってた割合とは違いましたね。粒がすごい多かったね。でも食感はわかりませんからね。いってみます。常温になった雪見大福っぽい。うん。まあ、ローソンさんだけじゃないんだけど、他のコンビニでもさ、フルーツサンドイッチってあるじゃないですか。いやー、ない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 、ないからっていうスタンスなんですよ。サマークはああいうの好きなんですけどね。手に取ってみれば、まあ、多分美味しいんだと思うんですよ。リピーターがいるわけですから。ね、美味しいわけですよ。んこ&ホイップサンド。もちろん、あんこでしたね。あがついてました。自分でもね、不思議なんですよ。これはありえない。ないないと思ってるんですけど、手が伸びちゃう。おかしいね。フルーツは手が伸びないのにね。このあんこサンドがさ、テラミナスさんと、フルーツサンドのさ、もしかしたら架け橋になるかもしれないよね。中見る？っていうか、見えてたけど、こういう飛行機出てくる SF のなんかあったよね。これなんだろう？はい。どうでしょう？切った方は見えないのに、切ってない方は見えるという、無駄なことしましたね。まんじゅうっぽいと思うのか、サンドイッチっぽいと思うのかが、想像がつかないの。ファーストインプレッションでも、いきますから。いただきます。あれ？サンドイッチっぽくも大福っぽくもないです。何かって言ったらね、酒まんじゅう。甘酒とか入ってないよね、酒粕とか。なんでなんで、噛めば噛むほど酒まんじゅう。どこまで行っても酒まんじゅう。東広島行きたくなってくるよ、これ。はいはい、先生。なんでなんですか？意外、何の架け橋にもならないけど、うまい。あとね、今日は初対面だと思うんですけどね、赤ちゃんを連れたママさんが突然、よかったらどうぞってことで、これいただいたんです。こんなの絶対自分では買えませんからね。チュチュチュ。ヤクルトなんだね。苦っ。うん。でも、美味しいです。ありがとうございます。それで忘れてた。買ったんですよ、また雪見大福。もう買ってから30分ぐらい経ってますからね。昨日のはね、刺したらドロッときましたから。ちゃんとこれ雪見大福ですわ。うまい。じゃあね、これもう一個を完全常温体制に今から持ってって、その後時間あったら食べるっていうことにしてみます。して、見なくてもいいんだけど。なんか癖になっちゃったね、常温の雪見シェイク大福がね。この様子はね、取れるかどうか時間的にわかんないんで、取れたら、これ一番最初持ってくから、これボーナストラックのはずだから、ボーナストラック見てない人はね、なんだかわかんないとは思うんだけども。まあまあいいや。よっしゃ。